はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、こちら、これ生ビール。ビアレシピ。違う。海の向こうのビアレシピ。っていうやつの、オレンジピールの爽やかビールというね、やつです。オレンジピール使用無果汁。アルコール度数5%、天然水醸造。カリフォルニアで飲まれているビールスタイルをヒントにしました。原材料が麦芽、大麦麦芽と小麦麦芽と、ホップとコリアンダーシードとオレンジピール。メーカーがサントリーです。2018年新定義ビールだって。早速飲んでいきましょう。最近ね、物を持ったりするとね、すげえ手が震えるようになったんですけど。これあれですかね。手が震えるんだけど。こう、て震える。これ多分酒飲みすぎかな。それでは乾杯。これ、あれじゃないか。これ、なんだっけ。ペールエールじゃない。ペールエールっぽいな。ほとんど。ペールエールみたいな、柑橘系の、ちょっと甘さが若干あるかな。甘さが若干ある。ほのかに甘い。で、ビール。そんな感じです。まあ、苦味も若干あるかな。でも、そんなにペールエールみたいな、深い苦味はないですね。サントリー海の向こうのビアレシピ。今出てんのが柑橘の香りの爽やかビールってやつで、ほとんどコロナビールを連想させる、あれ絵が描いてありますね。瓶の中にライムが入ってる。カリブ海周辺で楽しまれている？柑橘を効かせたビールの楽しみ方に、ヒントを得ました。だって。ちなみにもうこれは売ってないみたいですね。これはね。サントリーは、特に新しいのって言うと、そんなないっすね。プレミアムモルツの秋香るエール。8月の28日発売。これが新しいかな。あとは琥珀のキレ。7月3日デビュー。
本ぐらいですかね。あんまり、あれですね、あんまりいい、あれがない、商品が、あまり出てないみたいですね。バタピー。バターピーナッツ。うん。バターピーナッツ。うん、おいしい。あの、本当はバタピーじゃなくて、なんだっけ、あの、すげえ好きなやつがあるんだけど、あれ、なんだっけ、忘れた。ナッツ系の、なんだったっけ、すげえ好きなやつがあるんだけど、忘れてた。あ、これね、あの、怒り。違う、空豆。フライビーンズってやつね。フライビーンズが好きなんですよ。フライビーンズがね。フライビーンズが好きなんですけど、売ってなかった。うん。まあ、ピーナッツもまあ。怒り豆ね。これが好きなんですよ。怒り豆。で、ちょっと塩を入れて、ちょっとしょっぱくする。しょっぱいの好きなんで。うん。さっきね、夜中10時ぐらいに、あの、公園で、セミを取りに行ってきましたけど、すげえいっぱいいたね。近くの公園。すげえいたのよ。その公園だけでもうね、うか途中のね、いわゆる幼虫が、テク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 こう木を登って、で、羽化する。そこね。そこの瞬間がまさに見れるっていう。夜中に行かないと。セミの幼虫はね、なんだ、夜中に出てくるのかな？多分。んで、夜中に羽化するんだけど。先ほど羽化した、状態の。で、羽を乾かすんですよね。しばらく2、3時間羽乾かすと、するんですけど、羽を乾かしてね、る最中のやつを、こうやって捕まえて、で、今、部屋に、虫かごで、今現在も
羽を乾かしてますね。あとで、そのセミをね、まあ多分油ゼミなんで、まあどんな味がするかちょっと食べてみようかなと思います。意外と、まあエビっぽい味しますね。前、昨日ね、セミの幼虫ね、炒めて食べたんですけど、結構身が締まってて、ただ、なんか知らないけど、カメムシの香りがするんだよね。なんかあるんだよ。で、口がカメムシ臭くなったね。あれはちょっとあれだな。いいな。口がカメムシ臭くなった。何なんだろうね。カメムシの、匂い。なんか危険な時に、こう、噴出するじゃないですか。あれですね。なぜかあの匂いがして、で、食った後なんか自分の口がもう臭いのがわかんない。自分の口がこんなに臭いのかって、たまに結構あるんですよね。そういうのって。なんか自分の息臭いなーって。で、なんかこう、うがいとか、すると、匂い玉が出てくる。匂い玉なのか臭い玉なのか、全然わかんないけど、俺ずっと臭い玉って言ってたら、なんかググったら匂い玉だったらしく、ずっと臭い玉って言ってたけど、ね。まあ、米粒程度の臭い玉が出てくる。なんかこう、喉をこう、ってやったり、なんていうの、痰を出すように、ああってやったりすると、出るんですよ。で、やっぱり多分せいなんだよね。喉のあたりに、なんか、それがあるらしいですね。それで口が多分臭い。で、口が臭い人って結構たまにいますけど、あれ何なんですかね？多分臭い玉が大量に入ってる、口の中に入ってるか、もしくは、なんか胃腸とかがなんか内臓だったっけ？胃腸が悪いとなんか、臭いらしいですね、あれね。俺は毎日舌ブラシ使って、舌をね、磨くようにしてるんですけど。あれなんでかっていうと、自分がね、臭いんですよ。自分が嫌なんですよね。臭いから。もう明らかに自分の、口臭が臭いっていうのがわかるんですよ。だって、口のさ、上に鼻があるんだからさ、あ、これくせえわって、今日これ、口くせえわって、わかるんですよね。でも、ああいう人って結局、多分わかってないんでしょうね。あまりに昔から、あれなんで。すげえイケメンだったのになんか、臭い人いましたけど、あれは多分臭い玉が原因なんすかね。それは分かんないんだけど、だから内臓が悪いと
なんか臭いっていうあれも聞きますけど。なんでじゃあ内臓は悪いと臭いのって話なんだよね。そう、どういう理屈で内臓が、悪いと臭くなるのかっていうのがよくわかってない。多分あれだと思いますね。まあ、いわゆる脳腺ってやつらしいんですよ。臭い生はね。口の喉チンコのあたりにある、ね、なんか、ほじくり出す人いますけど、あれ俺できないんですよね。自分でほじくり出そうと思っても、えずくんで、うえってなって、もうダメなんですよ。だから、綿棒とかで、結構取ったりする人いるんですけど。俺はちょっとできねえなって、思いますね。もうえずいちゃって。もうダメなんですよ。取れる人羨ましいよな。なんか耳かきとかでも取れるらしいけど、これダメだね。うん。自然に出すのを待つしかないんだよね。大体の人って、知らずに飲み込んでるからね。脳腺をね。まあ、臭い玉を。まあ、知らずに大体飲み込んでる。ですよ。自然と出るんだよね。出なくなるとね。それが風邪とか引いたりするとでかくなるらしいですね。できるらしいんですよ。ようわからへんよ。どういう理屈でその脳腺ができるのかってようわかんないんだけど。あれは、風邪とか引いたりすると、結構できやすいとかって聞きますけどね。まあ、俺の感覚だと、だいたい3ヶ月ぐらいに一遍ぐらい出ますね。うん。うがいしてたりすると出るんですよ。あれ、なんかうがいしてたらなんか米粒が出てきて、あれ？って思って、これまさかって、今までずっとそんなの知らずに、なんかうがいしたらなんか、うがいして、ペってやった後に、で、口になんかもぞもぞするんですよね。あ、これ米粒だなと思って普通に食うんですよ。普通に米粒だなと思って食ってたんだけど、あれが実はにお、臭い玉だってことを知って、取り出して、で、潰すとすげえ臭くなるんですよね。で、その臭い匂いをこう、潰して、で、嗅いで、なんか嗅いじゃうんですよね。で、うわ、くせえって言って捨てるっていう。パターンですね。なんか臭いものって、俺意外と、ガソリンスタンドの匂いっていうか、ガソリンの匂いとか好きなんですよね。そういうのあるからね。まあ、匂いを嗅いじゃうんですけど。ついつい。まあ、嗅いでしまう。まあ、あれはなんか癖ですね。でも昔からあれだね。ガソリンスタンドの匂いは好きだったな。ということで、こちらは、コクがない。甘みが若干ある。甘みが若干あって、香りは、まあ普通でいいな、これ。
別に大してなんかコクもないし、なんかあれだね、薄いですね。2433です。ご視聴ありがとうございました。